はい、こんにちは、重工部のフラッシュです。今日はね、岐阜県の一色の森キャンプ場に、ね、来てます。もうね、秋っぽい感じでいいですよ。ところどころこんな風に紅葉をし始めていますね。ちょっとこの季節はね、山は怖いんですよね、クマが。ちょうど冬眠前にね、いろいろ物色する季節でもあるので、ちょっと怖いのでね、キャンプ場に来ました。で、今年初めてのサーカスですね、サーカス TC を立ててみました。で、今年初めての薪ストーブということで、薪ストーブも試運転に来ました。まだ、ね、今つけたばっかりですから煙が出てますけどね、はい。ここはもう本当いつも整備されてて素晴らしいキャンプ場ですね。今日はね、缶ソロじゃなかったですね。ソロが3人いらっしゃいますね、はい。まあ、平日ですけども、まあ、近頃では平日でもこんな感じということだそうですね、はい。はい、ということで、今年初のサーカステントに薪ストーブのキャンプということで、ちょっと寒いんですね、本当にね。もう外はね、9度、8度ぐらいまで下がりましたね。ちょっと底冷えしてきたので、今日はね、ベアーズロックって言ってマイナス34度まで耐えられるっていう寝袋を使いますからね。もうそこはもう万全に用意はしてきました。また寒くて寝れないようなことがないようにね、しっかり用意してきました、はい。またね、キャンプ場でお会いしましょう。なら今日は動画を4、5本撮りますからね。